お疲れ様です。5月17日金曜日朝6時の相場解説になります。まず日足をご覧いただきたいわけですけども、これね、移動平均線をまたごうとして下髭に急速に巻き戻されて上昇トレンド方面に戻ってきているところですね。これおそらく長い下髭のまま確定すると思われます。で、その後は陽線が出てですね、上昇トレンドの方向に軌道修正するんではなかろうかと思いますね。つまり介入によってドーンと落とされたものがトレンドの方向に戻ってきたんですけども、材料によってもう一回落とされたものがさらにトレンドの方向に戻ろうとしているっていうね、こういった流れだと思いますね。これが本当に起こるかどうかってことを今日見ていけばいいわけです。それが再度ねじれ状態からの上昇トレンド回帰ですけども、じゃあねじれ状態ってどういうことなんでしょうかね。それはですね、今いただいて見ていただいた日足が上昇トレンドなのに比べて4時間軸ってのがまだ下の方に、移動平均線の下の方にローソク足があるんですよね。で、強く調子の良かった陽線が移動平均線ぶつかることによってちょっと短くなったでしょ。で、これってのは移動平均線ぶつかって下の方にまた弾かれる予兆ではあるんですけども、そうならずにこれをね、泳ぎ切って上の方に出るんではないかなとも思ってるわけですよ。それは4時間の支配波が先ほどご覧いただいた 1日足だからっていうのもあります。で、さらに挟まれた下の買い足1時間軸はもう上昇の方に舵を切ってますよね。ここを抜け出して、だからここから1時間は上昇を始めると思うんですが、1時間が上昇を続けていくと1日足も上昇ですからね、その両方に挟まれた4時間軸も上昇に変わっていくんじゃないかなってところです。今日はそこをきちんと見ていきたいですね。で、私たちは1時間でトレードしてますので、そうなると例えばね、ここを抜けたらバイでエントリーってのはセンスのいい話だと思うんですよね。まあ、そのぐらいですかね、今日ポイントとして見るのは。あと金曜日、本日は材料がほとんどありませんので、テクニカル通りに概ね進むと思われます。あとは週間トレードの方が今日決済することになると思いますし、その辺だけですかね、注意するのはね。はい、それでは本日もよろしくお願いします。おそらく上昇トレンドに回帰しますんで、バイで利益を取っていけるんじゃないかなと。リスクの取れる方は今からバイで入ってもいいと思いますよ。